それでは皆様のご紹介をさせていただきます。日立市を拠点に活動している羅針盤です。地元で愛され続けている富士中ソーラーをこれからも踊り継がれる伝統として残していくため、魂を込めて踊り続けます。富士中ソーラーもこの後踊っていただきます。それでは富士浜ソーラン舞踊集羅針盤の皆様の演舞、どうぞお楽しみください。改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。日立市から参りました富士浜ソーラン舞踊集羅針盤と申します。今日は午前中ちょっとですね、地元の小学校の文化祭みたいなのに出て、小学生にソーランを教えて一緒に踊ってきたもんですから、今本当に15分前ぐらいに到着したばっかりで、ギリギリ間に合いましてよかったと思ってます。はい、ありがとうございます。今日は、富士中ソーランを、このステージで2回目もですね、どっちも、ソーランを踊らせていただきます。2回目のステージは皆さんもぜひ一緒に入ってですね、踊っていただければと思います。どっこいしょどっこいしょソーランソーランの掛け声を一緒にかけていただいて、会場全体で盛り上がっていただければと思います。それでは踊らせていただきます。これのジャンプだ、気をつけ、よろしくお願いします。よし、頑張ります。